かスーパーか見つけてお酒を調達します。なんか買ってった方がいいらしいです。できればコンビニとかよりも地元のスーパーにお金を落としたいんですが、あるかな。ちょっと勝浦は結構早いみたいなんで漁師町だな。竹山方面へ。何してんだろう。これも勝浦の中心地です。これ右でしょ。あ、酒屋はあるよ。酒屋ある。いや、いいんだけど。中央のどこ？中央のどこ？ね。多分もうあと100、200メーターしよう。右？目的地は右側。ほら左にさ、プロエムって書いてあるの。これ右、ここだね多分。あ、右これ。うん。これか。え？あ、これだ。あ？やべ。え？これ？これだ多分。これ？危ねえ。でゆっくりゆっくりゆっくり。おお。これ？あ、だから難しいって書いたんだ。くそ狭いやん。すごい。でもなんかそう、ファミリーカー気をつけてって書いてあった。あ、そんな？うん。待って待って、もうちょっとの。あ、あったあったあった。あ、こっちは右側、松部1107。はい、はい、いや、あのワンちゃんの人道路だそうです。普通にさ、あれだけど小沢さん、すぐ行っていいみたいな。どこに？上に2階ですぐ右って言われた。わかった。はい、はい、お酒どうする？あ、わかりました。あ、ちょっとコンビニとかあと行ってきても大丈夫ですか？あ、それで、あの車なんですけど、はい。ここで回ってきてる。次の方がね、もう一人。あ、わかりました。はい。ちょっと行ってきます。はい、すみません。やっぱりね、お酒とかいろんなものはね、買いに行くことをお勧めしますね。とりあえず場所半端なくちょっと分かりづらいから、これ本当気をつけた方がいいわ。みんな結構あれ中道。おお、スーパー来た。電柱の向こう側ではないんだけど。向こう側じゃねえじゃねえ。あ、間違えた、手前で間違えた。おい。ちなみに私この車、あのホンダのフィットです。あ、ありがとうございます。はい、持ってってもらっていいですか？あ、大丈夫です。何持てる？お湯を温めておいてありますから。うちワンちゃんなくなっちゃった。あ、ボールさん行かれちゃった。あ、そうなんですか。6日に。え、直近？うん、このやつまだ怒っておいてある。あら、いつもならね、出迎えてくれるんだけどね。そう、そうだった。俺じゃなくなってしまう。ご愁傷様です。でいい？はい、はい。じゃあこれの日もね。はい、はい、お借りします。あの2階上がったあの、右の広い部屋、ワンちゃんがいるから広い部屋と。ありがとうございます。はい。でおトイレも2階ね。あったね。はい。お名前なんて言うの？もちゃん。まあ、来る。どうぞ。広いな、めっちゃ広い。やばい、腕が。はい。はい、どこだろう。はい、ここはどこでしょうか。ねえ、嗅いでるね。嗅いでるね。おしっこすんなよ、マジで。いや、絶対なんかしないよ。人生初じゃん。ね。ちょっと車で待っててね。オレンジの風呂これくらいがいいな。あ、マジいいじゃん、広くてこれくらいがいいじゃん。
大丈夫ですよ。ワンちゃん今車の中。そうです。なんか泣いてた。あ、すみません。ここに今ご飯に来ていましたね。別部屋なんだ。うわ。すごくない？やべえ。本当に美味しい。ぜひやってみて。